も効く体にいいお菓子だよ。大人気のようでございますな。かっけに効く菓子は。はい、医学書の方でも効用を説いていただければ助かります。実はあるお方がかっけの疑いがございまして、アンドーナツを献上していただきたいのです。あ、どなたにですか？カズノミヤって人ですか？さようでございます。松本先生の患者さん。それって公女カズノミヤ。口にするのも恐れ多いお方でございますぞ。カズノミヤ様は亡き御霊の内親王様、上様の御台所であらせられる最も高貴なお方でございます。実は大の甘いもの好きでいらっしゃいましたが、近々お忍びで田之助の芝居を楽しまれる良い折がございますので、ぜひその席で。田之助さんの。私はこれを皮切りに先生を奥医師にとも。ちょっと待ってください。ん？神遊道の者を本堂の者として数の宮様にご献上される。本堂なりの工夫を施すつもりじゃ。お主はこれに何が入っておるのか述べればそれでよい。しかし神遊堂はお主の本堂で食うておるそうではないか。教えてもろうても罰は当たらぬと思うがの。あの何か。カズノミヤ様にアンドーナツを献上することが決まったんです。くれぐれも秘密でって言われてますんで。それにまだやると決まったわけじゃありませんから。いや、アンドーナツの作り方を松本先生に渡してしまえばそれで済むわけですし。おっしゃる通りでございます。多くはしきたりや人との交わりが難しく、些細な粗相が命取りになる場所でございます。関わりにならぬのが一番。何を言う。俺はカズノミヤ様です。やら、ちょっと奥入れ、入れ、ほら、これはどうだよ。何かご心配なことが。いいんですかね、私みたいな人間が大奥に出入りしたり奥医師になったりとか。当代一の名医でいらっしゃいますのに。身元も明かせないわけだし、ある日突然いなくなっちゃったりすることだってあるかもしれないし。さようでございますよね。先生はいつか必ずいらっしゃらなくなってしまうのでございますものね。すぐにどうこうってことはないと思うんですけど、もう2年もこのままなんだし。私としたことがつい忘れておりました。宮様の献上の件は先生のよろしきようになさるのが一番かと存じます。この総連城も取り潰しってことになりそうだよ。悪いがは幕府の石頭ぜよ。亀屋田や北添が池田屋で捕まったがはやむにやまれぬ
あいつらの行き通りゆえじゃ。それを十把一からげに上位派の巣窟じゃち。ここでみんなで生きていけりゃいいと思ってたんだけどな。国に帰れねえやつも多かったからよ。もしかして先生はわしらの運命を知っちょるがかい。わしらの国には陸も海も続いちゅう。帰れんちゅうがはまっと違うがじゃ。500両?三田方様のご注文は全て特別なものばかりでございますし、もう少しなんとかお支払いしましょう。そんな薩摩藩からもらった治療代全部なくなっちゃいますよ。大丈夫です、私がやりくりいたします。でもどうやって。先生はどうぞ先に、患者が参っているやもしれませぬ。はい。神遊堂には金がない。玉の大きな治療費は医療道具に消え、ペニシリンの製造は未だ浜口様の援助に頼りきり、先生たちには一度も給料を払えていない。もちろんサキさんにも。アンドーナツが御用達になれば神遊堂は潤う。献上はありがたいというしかない話だ。だけどここのところの俺はあまりにも歴史上の人物に関わりすぎている。この上和宮様に会ったりでもしたら、こうなってくるとなんだかもうここに骨をうずめろと言われている気がしてくる。江戸はいいところだけど、ここで死んでもいいと思えるかと聞かれればいいとは言い切ることはできない。俺にも残してきた親もいれば友達もいる。それにここにいる限りミキがどうなったかを知ることはできない。それでもいいと言い切れる日など来るのだろうか。野風さん、先生がずっと。そんな日は多分永遠に来ないような気がした。日曜劇場ジンはサントリー、ずっと支えるもっと役立つ日本生命がお送りします。長屋を追い出されたんですか。色目を使っていると言われんしてな。昔の旦那衆にでも職を口利きしてもらえなかと。あのお目かけさんになるなんて考えてないですよね。ちゃんと肩着になりんす。先生にいただいた命大事に使いんすよ。
あの、よかったら神遊堂で働きませんか？そんなこと言ってもお給料とか出せないんですけど、その食べるくらいは困らないし。ありがたいお話でありんすけど、先生はあちきに何故そこまでご親切に。それは野風さんに幸せになってほしいからです。せっかく助けることができたんですから。先生、すっかり遅くなってしまい。咲さん、野風さん、何故ここに？あの、咲さん、実は。まさか、またガンが。相変わらずでござんすな、咲様は。落ち着き先が決まりんしたらすぐに出て行きんすゆえ。変な遠慮はなさらないでください。困った時はお互い様でございます。できるだけのことはいたしんすので。おはようございます。おはようございます。よろしゅうお願いいたしんす。こちらこそ。野風さん、なんか頑張ってくれてますね。先生、少し入れてもよろしいですか？はい。先生、献上の件はどうなさるおつもりで？ああ、ちょっとまだちょっと踏ん切りが。お心が決まりましたら早めにお知らせくださいませ。多いですね。人が増えましたよ。あの、あれはおいくらでしょうか？負けて1両くらい。1両。詐欺ではないか。こんなところで何を？水方先生はそのご存知なのか？お前がこのようなことをしているのは。つまらぬことでお心を煩わせたくはないのです。良い話も来ております。もうしばしのことかと思いますので。松本先生がまだ返事ないってこぼしてたよ。何迷ってんだい先生は。作り方を教えてしまえば誰でも作れるものですし。欲がないね。お、あんがたよ先生。あんドーナツの作り方なんてどうするんですか？芝居の中にこいつを作る場面を入れようと思ってさ。受けが良さそうじゃねえか。張り切ってるんですね、田之助さん。あの方は日本で一番寂しいお姫様だからね。寂しい？相思相愛の許嫁がいたのに後部合体だなんだって。生まれ育った京から言葉もしきたりも違う大奥に連れてこられてさ、もう一生国には戻れねえんだよ。一生つかぬ間でも笑わしてやりてえじゃねえか。
そういえば野方さん、お国はどこなんですか？あちきには国などありませんよ。またまた、もう花魁やないんですから。吉原に行く前に親は死人したし、国と呼べるようなところは。あんれ先生、李王珍先生。国がないんですね、野方さんも。松本先生おられますか？安藤なぞ現状やることにしはったねんか。はい、松本先生に先ほど申し上げてきました。そうでか、そうでか。当日の同行は女性とのことですので、佐紀さんお願いできますか？はい。もっと良い小麦や玄米を用意いたしましょう。では卵や砂糖を使ってもっといろいろ試してみましょうか。はい。より柔らかくすることはできませるか？あ、玄米の潰し方を変えてみるのはいかがでしょう。揚げ具合も変えてみましょう。いろいろ試してみましょうか。はい。宮様に脚気に効く菓子をと進言したところ、神遊堂から安藤夏を献上することがすでに決まっておると告げられたが、それは全く献上を失敗に終わらせよ。それいよいよ明日でございますな。はい。先生、着物をちゃんとしたの持ってありましたっけ？え、これじゃダメなんですか？相手は宮様です。こんないい着物どうしたんですか？佐紀さん、兄に借りました。ちょうど。ありがとうございます。あの、何故急に献上を決めに？はじめはあまり気乗りませぬご様子でしたのに。和宮様は故郷に戻れない方だって聞いたんです。ある日突然全然違う世界に放り込まれたんだって。それを聞いたら自分で持っていきたくなったっていうか、おじさんが何青臭いこと言ってんだって感じですよね。いえ、わかります。それにもっとしっかりしなくてはいけないと思ったんです。野風さんのこともあるし。野風さん、野風さんも実家がないらしくて、他で働くのも難しそうだし、だったらここにいていただくのが一番だと思うんです。そうなると自然とお金もかかるわけで。野風さんは美希さんのご先祖やもしれぬ方でございますものね。あの手術があってミキはもう生まれなくなったのかもしれないし、もうどうすることもできないかもしれないけど、せめて野風さんには幸せになってほしいというか、それが
三木にできる唯一の罪滅ぼしというか。野風さんの人生によっては新しい三木が生まれる可能性だってあるかもしれないし、咲さん、あの少し、その少し情けなくなってしまいまして。情けない？私どもで変えられなかったお気持ちを野風さん、いえ美希さんはたやすく変えておしまいになられるのだと思うと、少しですよ。そこにあったのは俺と咲さんの生活の足跡だった。咲さんは着物や持ち物を売っていた。日々の生活に消えていく些細な、だけど欠かせないもののために。いつ消えてしまうかもしれない男のたった一日のために。でもだからといって俺はどうすればいいんだろう。こんな中途半端な身の上で、中途半端な気持ちで、何を言えばいいんだろう。咲さん、あの浅はかなことを申し上げました。野風さんの手術を願ったのは私でございます。責めは私にもございますのに、すみませんでした。咲さん、さあ作りましょう。どうかなさいましたか？
ずっと不思議に思っていたのでござりんす。なぜ先生も咲様もかようにご親切にしてくださんすのか。早速お毒脈にまして和宮様に食べていただきましょう。はい。宮様でございます。亮ちゃん、そこにある箱をもう少し近くへ。中を。宮様、それはまだ毒味も済んでおりませぬ。これはお菓子ではない、お薬であろう。良純、その者たちは。安藤夏を考案いたしました、稲方という医師とその弟子でございます。面をあげよ。先生、一度目は面をあげてはなりません。おいしいお薬でありました。はい。宮様、お気に召していただけたようですね。はい。いかがなさいました宮様。宮様、みそおらせ。治療しやすい別室へ移し、急ぎ油を飲ませせよ。はい。宮様、宮様、皆様、松本先生、一体何が。皆様は毒を盛られたようでございます。症状からしておそらくはヒ素。あの、どのような治療。油を飲ませ、その後妙盤の粉を。胃の腑を洗ってはどうでしょう。胃の腑を洗う。胃の中に入っている毒を洗い出すのが最も早く確実な治療だと思いませんか。しかし、そのような治療は誰もできませんし、奥医師ではない先生が宮様の方法はお教えします。奥医師でもない者にお任せすることはできませぬ。この者は指示をするのに。治療するのは私でございます。今は何より宮様の命を救うことが大事。お含みくださいませ。宮様を寝台に左側を下にして寝かせてください。
もう少し上に止めてください。そのあたりが胃の中10センチ3寸程度の位置に来るはずです。口のところに印をつけてください。はい。その先端に油を塗りつけゴム管を挿入してください。 OK ください。印のところまで入りましたぞ。スポイトを管につないで胃の中のものを吸引してください。はい。よし。もう何も出ません。では洗浄に移ります。スポイトを抜きロートをつないでください。止めてください。その位置から湯を流し入れます。1回の量は1号から1号半で、急激に入れると嘔吐を誘発しますのでゆっくりお願いします。はい。終わりました。では管を下へ。なんと。いいんです。それを液が透明になるまで繰り返してください。皆方先生、透明になりましたぞ。では続いてこれを注入してください。炭を溶かした湯に下剤を混ぜたものです。残ってる毒を炭に吸着させ体外に排出させます。もう大丈夫です。あとは自然に排泄されるのを待ちましょう。ありがとうございました。いえ、間に合ってよかったです。橘咲、吟味のためそなたを捕獲す。咲さん。皆方陣、吟味のためそなたを捕獲す。お待ちくだされ。これは一体何の真似か。宮様はその者の菓子を召し上がられました。菓子は毒味したではないか。毒味前のものも召し上がられておいでです。あの時のものが原因ならば症状が出るまでに時が経ちすぎておる。そのものは奥医師である松本殿ですら知らぬ治療を示してみせました。自ら毒を盛り力を示し出世を企んだのやもしれませぬ。それはあまりのお言葉。先生はここに来ることすら恐れ多いと悩まれておりました。先生は、その者どもをお目付け。私たちは何もしてません。その人だけでも話してください。咲さん、咲さん、咲さん。いずれにせよあの者らは吟味されるべきです。そうでしょうな。毒味薬草のほか大奥の皆様方も等しく。お入り。おい、入ろう。二人のうち入れずに一人。入れずにさーこい。立ててやるぞ。入れずにさーこい。よく来たな。新入り。
誰かおる！お前ら命の鶴は持ってきたか。へい、二両二分で着物に縫い込んであります。しけてやがんな。お前は、あの鶴って俺たちに渡す金だ。そんな金は牢は甘く見たや。ああ、代わりにやるよ兄貴。宿に行ってな、鶴を持ってこさせれば出られるぞい。あの女の人もこんな目に遭うんですか。一体何が起こったや。東京に伝えに来た役人も詳しいことは知らされておらぬようであった。お調べは行われるんですやろ。そしたら先生の無実は必ず。しかし大老送りであるからな。大老の中ではお裁きによらず無法に殺される者も多いと聞く。え、鶴があれば免れるやもしれぬが。鶴とは老名主や役人に渡す賄賂のことだ。そんな金など。では八木はこれでここにとどまり、お仲間とみなされてはどのようなお咎めを受けるか分かりんせん。ちょうど良き働き口も見つかりんしてな。お二人にはよろしくお伝えくださんし。あれが吉原の流儀なんですか。福田先生、どうかなされたのですか。もしや何かご存知でおられるのか。何や、何を知っとるんや。吐け。かわいそうだけどよ、あの男殺されるぜ。医者だったら普通上がり屋に送られるんだ。大老に送られるってことは、お上はあわよくば牢の中で死んでくれって思ってるってことだ。何故先生がそのような目に。お待ちください。何故でございますか。何もわからなかった。誰が何のために和宮様に秘書を持ったんだろう。俺に罪をなすりつけるために、それとも俺を陥れるために。お前のやったことが意に沿わぬことであった。国は容赦なくお前のやったことを取り消す。これはそういうことなのか。死体鶴を払わねえとこうなるんだよ。どうだ。え、払いません。私が持ってる金は患者が払ったなけなしの金。命の鶴です。医
緒に働いてくれる仲間はそれに手をつけようともせず爪に火を灯すように暮らしてます。あなた方に払う金はありません。俺はこのままここで取り消されてしまうのか、それが神の意志なのか。では望んでおりました。先生がお戻りになる日など来なければよい。できるならずっとここにいてほしいと。もしやそんな私を哀れと思い、願いをお聞き届けくださったのでしょうか。なればどうか、もう一度だけ哀れと思ってくださいませ。これは幻か、それともこのまま死ねば俺は戻れるのか。たとえ時が移ろうと縫い合わせた絆は決して、でもここで戻ってしまったらどうなるんだろう。サキさんがどうなったかを未来から知ることはきっとできない。あの不器用な優しさに応えることはできない。あの笑顔を見ることはできない。それでもいつか新しい日々の中でそれでよかったと言い切れる日が来るんだろうか。その笑顔にその涙にそのひたむきな思い、そんな日などそんな日などに来ないと思うなら、さよならは言わない。あなたに会いたくてもう一度会いたくて。玄はうちの医師で健常をうまくいかぬようにしろと脅しをかけてたんです。本堂の奥医師ならば大奥と通じることもできます。これは医学館の陰謀では。そうであればもうどうにもならないかもしれない。この件の調べは医学官がすることになったのだ。
俺はここで生きるしかないんだ。この野郎！死罪ってことですか？闇に葬り去るということでしょうか。補聴器じゃ！本当にの民を救うたのは先生じゃ！私だけ幸せになる。わけがないではございませんか。日曜劇場ジンはサントリーに始末したいってとこだな。あの男はずっと支えるもっと役立つ日本生命がお送りしました。始まっていたんだ。残酷で優しい未来。